王のうなずき。ある国に絶対に賛成しない王様がいた。大臣がどんなにいい案を持って言っても首を横に振り、美女が誘惑しても決して流されない。そんなことをしていれば、国が運営できないものだが、しばらくするとみんなが持ってきた案より優れたものを王自身が考えついてしまうので、みんなは文句も言えず国もうまく回っていた。しかし、大臣たちは面白くない。かといって、王に歯向かう気もない。王としては歴代でも1、2を争う名君なのだ。しかし、大臣たちは王がみんなの意見に賛成する場面をどうしても見てみたかった。そんなある日、ある男が王の謁見にやってきた。王は民衆の知恵を借りるために、さまざまな国民と謁見を行っている。この男もそういった一人だった。基本的には、王との謁見は1対1で行われる。これは大勢の前では気遅れするものもあるだろうという王の配慮だった。しかし、王の安全のため何人かの兵士は配備されている。さて、その謁見を行っていた男は王にある紙を渡す。その様子を窓の奥から偶然見ていた大臣は驚いた。王はなんと首を縦に振ったのだ。大臣はあの男が渡した手紙の内容を知りたくて仕方がなかった。しかし、王に直接聞くわけにもいかないだろう。わざとではないにしろ、盗み見たようなものだからだ。一体どんなに素晴らしい内容だったのだろう。最高の統治方法、最高のレシピ、想像は膨らむ。大臣は謁見を管理する部門に立ち寄り、男の素性を聞いた。男はどうも町で服屋を営む仕立て屋らしい。大臣は男に使いをやり、内密で自宅に呼び出した。なぜ呼び出されたのかわからないのか、少し緊張気味の男に大臣は聞いた。お前はどんな内容の進言をしたのだ？内容を言えばこの金貨をやろう。そう言って家が二つは立つであろう量の金貨を男の前に置いた。それに驚いた男は、私は王の服の新しいデザインを献上に来ただけです。王が新しい服を考えていると啓示があったので。それだけです。決して怪しいものではありません。そんな金貨をもらうほどのものではありませんよ。男は慌てて答えた。別に君をどうにかしたいわけじゃないさ。ただ、私は王がなぜうなずいたのかを知りたかっただけなんだよ。それを聞いて多少安心したのか、男は冷静になる。そうなんですか。しかし大臣様が見た、王が首を振る動作は、肯定をする動作ではないでしょうね。今着ている服を確認した動作を大臣様が勘違いしただけでしょう。そう言って男は金貨をもらうのを辞退した。そうか。それならば、お前を宮廷専属の仕立て人として採用する。え、なんででしょうか。男はうろたえた。王の動作の謎も勘違いと分かったのだ。一階の町の仕立て屋である自分がいきなり宮廷専属なんて名誉職に取り立てられるなんて、わけがわからない。確かに、王が首を縦に振ったのは、服を確認するためかもしれない。しかし、あの後、王は首を横に振らなかった。君のデザインが優れていたためだ。それに、これだけの金貨を前にして誠実に答えたのもよい。私は誠実な人間は好きだ。それは王も同じであろう。総大臣は答えた。大臣の頼みを聞き入れた男はこの後、王や王の側近のために数々の素晴らしい服を仕立てるが、それはまた別のお話だ。屋上。またここへ来てしまった。S 氏はそうつぶやくと、錆びついたパイプ椅子に腰を下ろした。ここはとあるビルディングの屋上。
さほど高層でもない、どこにでもありそうな場所だ。彼は悩み事があるとこの場所に来る。いや、厳密に言うと来てしまうのだ。ここが、どこのなんていうビルディングなのかは全く覚えていないし、また覚えていたとしても、きっと自分の意思ではたどり着けないところなんだと、なんとなく感じていた。いずれにしてもここがどこであろうとどうでもよかった。S 氏は平凡なサラリーマン、上司からは叱られ部下からは突き上げられ、ご多分に漏れない中間管理職であった。悩み事といっても、大それたものではなく些細なことが多い。自分の成果を上司に横取りされたり、データ収集や難交渉など人がやりたがらない。仕事を押し付けられたり。だが S 氏は仕事にそれほど不満があるわけではなかった。彼にとって常にそれが自分の役回りであると思っていたからだ。いつものように、小一時間ここでぼんやりと夜景を眺め、ため息を一つつくと、そろそろ帰ろうかと腰を上げた。その時、カチャリとドアのノブが回る音がした。誰か来る。勝手に入り込んだ後ろめたさもあり、S氏は物陰に身を潜めた。ここには明かりがなく、どんな風景なのかよく見えない。警備員なのか住人なのか。すると、誰かいますか？いますよね。しまった、見られてた。いきなり声をかけられ、S 氏は体が硬直し声も出ない。不法侵入という言葉が頭をよぎる。いることはわかっています。何もしませんから、そのまま私の話を聞いてください。これからもあなたは何度もここに来ることになるでしょう。でも、決して会社を辞めようなどとは思わないでください。誰ともわからぬ人影は勝手に話を続ける。今あなたがやっている仕事は、将来きっとあなたの出世の足がかりになります。どうか、この調子で仕事を続けてください。何なんだこの人は、なんで私のことを知っている？もしかして。もしかしたら未来の自分がタイムマシンで自分を励ましにやってきたのか。S 氏は、星新一でも思いつきそうにないベタな空想をしてしまった。では、これで失礼します。決して諦めないでくださいね。最後にそう言い残すと誰ともわからぬ人影は去っていった。S 氏はしばらく放心状態になっていたが、やがて正気を取り戻した。一体何だったんだ？そう言いつつ、なんだか笑いがこみ上げてきた。おかしなことにいつもより元気が出てきたような気がする。自分の努力を認めてくれる人がいるのは嬉しいものだ。あの人影がどこの誰であれ、とても感謝したい気持ちになった。それから何日かして、S 氏は思い切ってある行動に出た。会社からの帰り道、適当なビルディングの屋上に登り、こう話しかけるのだ。誰かいますか？いますよね。本当の価値。男は焦っていた。働き口がないまま所持金が底をつき、しばらくは手持ちのものを売り払って、なんとかやってきたものの、滞納した家賃も大家の許容範囲を超え、わずかでも支払いができなければ、すぐに出て行けと言われている。ただ、それよりも深刻なのは今日の飯代すらないということだ。このままでは、泥棒とかするしかないかも。男は善人とは言えないまでも社会人になってからはまともに働いてきたのだが、そんな時、ただ今、M 公園にてフリーマーケットを開催しております。お時間のある方は、と広報者がやってきた。男の家財はほとんど売り払ってしまったが、ポンと少しのガラクタがある。なんとかフリマで金に変えよう。それが男にとって最後の良心だったかもしれない。
男は片っ端から部屋の中のものをバッグに詰めると M 公園へ駆けつけた。運の良いことに参加料は無料だった。適当な場所を見つけると、男は地面の上に直接、本やガラクタを並べた。1時間、2時間と時が経っても、客はみなす通りしていく。それもそのはず。並んでいるものはどれとしてまともなものはなく、手垢にまみれた本や、人気のない古臭いフィギュア、その辺で拾ったようなちょっと綺麗な石ころ、といったものばかりなのだ。終了まであとわずかという時間になって、一人の老人が男の前に立った。君、それはいくらかね？老人の指さすものを見ると、それは石ころの中に混じったタイルだった。男が中学生の頃、後輩から巻き上げた財布の中に入っていたもので、瑠璃色に光る魅力的なアーモンド型のタイルだったが、宝石の類ではなかった。今の境遇から察すれば、幸運のお守りですらないだろう。君、それはいくらかね？老人に再び問われると、男はここぞとばかりに言った。5万円です。お、そうか。君にとっても大切なものなんじゃな、では諦めよう。しまった、男はふっかけすぎたことに後悔した。この老人を逃してしまったら後がないかもしれない。待ってくれ、3万、いや1万でいい、買ってくれ、買ってください。本当にいいのかね、1万円でも？ええ、それで結構です。ではいただこう。どうやら訳ありのようじゃ、3万円でどうかな？ありがたい、これで2ヶ月は暮らせる。男の顔に安堵の表情が浮かび上がる。老人はタイルを受け取るとしみじみと眺め、本当に嬉しそうに去っていった。待てよ。男はしばらくして、老人の言葉に何か引っかかりを感じた。あのじいさん、君にとってもって言ってたな。君にとってもってことは、わしにとってもってことだろ？もしかしてすごいお宝だったのかも。男は老人にまんまと騙されたと思った。だからあのじいさん余裕で3万払ったんだ。慌てて周囲を見渡すと、あの老人が公園から出ていくところだった。じじい。男の心は欲望に乗っ取られ、両親はすでに吹き飛んでいた。あいつの家を突き止めて、相応の金額を巻き上げてやる。男は老人の後をつけていく。山の手の方へ向かう高級住宅街だ。やがて老人は一軒の邸宅に入っていった。老人の物腰にたがわぬ大邸宅だ。10万、50万か。勝手に値踏みをすると、意を決してチャイムを鳴らす。屋敷の奥で重厚な音が鳴っている。インターホンではなさそうだ。分厚い木製の扉が開くと、先ほどの老人が門のところまでやってきた。ああ、先ほどの青年か、何か？言い終わらないうちに男は、ずかずかと敷地の中に入り込む。じじい、騙したな。何のことじゃ？とぼけんじゃねえ、さっきのタイルだよ、お宝なんだろ？何を、あれはただのタイルじゃよ。嘘つけ、ただのタイルに3万も払うなんて、考えられねえ。君だって大切にしておったんじゃ。うるせえ。思わず手が出てしまった。老人は転倒し、鈍い音がした。意識がない、やべえ死んだかも。男は逃げようと思った、が。いかん、タイル、俺の指紋がべったり。慌てて老人のポケットを探す。ない。くそ、屋敷の中か。男は袖にくるんだ手で分厚い扉を開けると、慎重に屋敷の中へ忍び込む。人の気配はない、一人暮らしのようだ。目が慣れるまでは薄暗くてよく見えない。しばらくすると重厚な作りが見え始めた。高そうな調度品の数々。シャンデリア、螺旋階段、テレビでしか見たことのない洋館風の内装。ふと床に目を落とす。
大きく絵が描かれている。鳳凰か。さらに目が慣れてくる。絵だと思ったのはモザイクだった。細かい破片を埋め込んで大きな模様を形作っている。男の目にもそれは荘厳で完璧なものに見えた。たった一箇所。鳳凰の目に当たる部分にぽっかりと開いたアーモンドが他の穴を覗いて。地域格差。何も良いことなかったな。貧しい故国へ、世界の富が集まる亡国の港から帰国の途に着こうとしていた N 氏はつぶやいた。手にした缶のビールを飲み干すと、口の中にビールと、それとは異なる苦味が広がった。そうでしょうね。私がついてましたから。背後からの声に、N 氏が振り返ると、この国では貧相な格好の男が、人懐っこい笑顔で立っていた。君は誰だい？私は貧乏神です。数年前からすっと一緒でした。私もあなたの国にご一緒させていただきますよ。N 氏は飛び上がった。冗談じゃない。おい、俺にくっつくんじゃない、どっかに行ってしまえ。できません。嫌われるのも貧乏神の仕事なのです。声だけ残して、貧乏神は N 氏の前から消え去った。貧乏神がついているのだ、何をやって網膜ゆくはずがない。帰国した N 氏は、半ば焼けになって事業を起こしたが、一向に暮らし向きは悪くならない。それどころか、そこそこの生活ができるようになった。ある日、N 氏は思い切って貧乏神に語りかけた。おい、貧乏神、なんで俺を貧乏にしないんだ。すると目の前に、幾分垢抜けた格好になった貧乏神が現れた。私の力では、あなたをこれ以上貧乏にはできないみたいです。あの国では十分に貧乏なはずなんですけど、地域格差、というやつですかね。貧乏神は申し訳なさそうに言った。暴風計画。とある惑星。ここにはあろうことか本物の宇宙人というものがいた。しかし友好的な宇宙人ではない。彼らは地球を憎んでいるのだ。彼らの星はゴミくずや隕石のかけらが落ちてくるとても住みにくい星だった。だが、地球という大変住みやすい星があった。それで起こるということもあるのだが、彼らにとってさらに許せないことがあった。環境問題である。ただでさえ住みやすい星なのに、人間たちは星への恩を全く考えていない。こんな星はなくなった方がいい。そう考えたのだ。そして、彼らは一つの計画を明日、実行することになった。やはり、これが最も的確かと思われます。なるほど。空から凄まじい風を送り、人間や建物をすべて吹き飛ばしてしまおうというわけですね。すべてがなくなってしまい人間たちは混乱するだろうな。よし、早速準備に取り掛かるぞ。彼らの行動は早かった。まずは風を吹かせるために地球と同じ成分を含んだ空気を大量に装置に入れた。そして扇風機のような羽をいくつも取り付け、一斉に動かせるようにする。万が一、人間たちが攻撃してきた時のためにも、マシンガンや催涙弾など、あらゆる武器を設置した。さらには、地球に着くと当たりに地雷もばらまけるようにした。準備は万全です。なんと素晴らしい装置だろう。これなら人間どもを蹴散らせるに違いない。さあ、地球人の悲しむ表情が目に浮かびますよ。かくして翌日。ついに彼らは宇宙へと進出した。隕石をくぐり抜け、彼らの宇宙船は少しずつ地球へと近づいていく。そしてついに彼らは地球の上空へとたどり着いた。着陸準備をせよ。
高度を下げ、彼らは人目につかないところへと着地した。装置も姿を現し、すべてが整った。地雷は出たな、さあ、スイッチを入れてくれ。司令官、待ってください。なんだ、早くしないか。いえ、あれを見てください。とてもかわいそうな子供たちが。彼らが着陸したあたりには村があった。そこの子供たち、いや大人も何もない、家しかないところで生活をしている。まるで、故郷の自分たちのように。地球にはこんな人間もいたのか。この状態のまま星をなくしてしまおうなんてできない。撤退しましょう。我々が間違っていたようです。宇宙船は地球に害を及ぼすことなく去っていった。彼らが着陸したのは、アフリカの貧しい村だった。彼らは人目につかない場所を探しているうちに、木々が茂る密林を選んだのだった。もし彼らが日本やアメリカに着陸していたら、もし彼らがもっと地球に詳しかったら、もしも彼らの星が裕福だったならば、この出来事は地球人の誰にも見られていない。しかし、誰にも見られていないからこそ、人間に恐怖心を与えずに済んだ。これこそ、まさに奇跡と言えるべきであろう。万能な鍵。ジョシュ君。また発明が完成したぞ。何ですか、教授。また、電気の入っていない電池とかのメタ発明ですか？そんなんじゃない。今回のは、どんな扉でも開く鍵だ。センサーがキーのシリンダーを自動で計測して、どんな鍵でも開けてしまう。へえ、すごい。博士もたまには役に立つものを作るんですね。これは売れるぞ。やっと私も大金持ちだ。そして5年後。博士、残念です。せっかく金持ちになるはずが、破産してしまうとは。まさか、あの鍵が普及しすぎて、世の中から鍵がなくなり、世界中の鍵業者から告訴されるとは思っても見なかったわい。対策。二酸化炭素の増加により南極の氷が本格的に溶け始めていた。溶けた水分はそのまま海面を上昇させ陸上と海中に生息するあらゆる生物に影響を与えた。各国の首脳たちは気象科学者を集めた異常気象対策チームを結成させその対策をまとめさせることにした。そして議長に選出された気象科学者から話を始める。今回私たちが対策を練るのはご存知のように南極の氷の融解による海面の上昇問題です。何とかして二酸化炭素の発生を抑える方法を探っていきましょう。一同の視線はスクリーンに映された巨大な世界地図に注がれている。そこに映る世界地図は現代のものとは幾分異なる形をしており海に沈んだ陸地が違いとなっているのだ。早く何とかしなければ、集まった気象科学者たちは対策を急いだ。では二酸化炭素を吸収する素材を世界中で大量に生産しそれを上空から巻く案を海面上昇問題の対策案とし、各国の首脳に進言することにいたします。議長が会議を閉会させチームに対策を立てるよう命じた各国の首脳たちを通してその案は実行に移された。対策案は予想された通りの成果をもたらし南極の氷の融解は見事止まった。だが各国の首脳たちはまた新たな問題に悩まされることとなる。素材を散布してから世界中の木が枯れて減少を始めたのだ。そこでまた首脳たちは対策チームを結成させた。今回私たちが対策を練るのはご存知のように森林の減少による砂漠化問題です。何とかして私たち昆虫学者で毛虫の異常増加を抑える方法を探っていきましょう。宇宙の森。ある宇宙ステーションを N 博士が視察していた。世界的にも有名な N 博士だが、お供も連れず一人でステーション内を視察していた。
最新型のこのステーションには、リアルな森が設置されている。地球出身の N 博士にしても、久しぶりの木々の緑だったので楽しみにしていた。公園に着いた N 博士は、早速森の中に入り森林浴を楽しむことにした。普段は素っ気ない人工太陽も、木々の中から見ると本物の太陽に見える。しばらくして、久々の森との出会いの興奮も冷めてきた頃、少し変なことに気がついた。おや、N 博士ですね。探しましたよ。後ろから、このステーションの管理人の男がやってくる。少しでも早く見たくてね、一人できてしまいました。さすが、好奇心が旺盛なお方だ。管理人としばし談笑した後、N 博士は疑問に感じたことを聞いてみることにした。そういえば、この森には虫がいませんね。それに、人以外の動物も見えない。それは簡単なことです。虫は病気の原因になりますし、嫌いな方も多い。他の動物もペットや人に危害を加えるかもしれませんからいません。しかし、それでは枯葉や花の受粉はどうするのだ。枯葉は等間隔に設置された回収口から回収して、食料に変換します。花は機械が受粉させます。それに、花畑の地区以外は花を咲かせないように遺伝子操作をしています。花粉症の原因にもなりますからね。N 博士はその徹底的な管理を知り、愕然とする。このステーションは、他の開拓惑星への順応訓練のために建設されたものだ。こんな人工の森では訓練にならない。訓練にならないと思いになりましたか？そうだ、これでは訓練にならない。大丈夫ですよ。未開の惑星も、この森と同じにすればいいだけです。我々にはその技術がありますから。アジ。あるところに博士ととても食いしん坊な助手がいた。助手は悪食で野菜など食材を料理も何もせずそのままバリバリ食べるのだった。しかしそんな彼も魚や豚肉などは調理してからでないと食あたりすることがあるのを知っているのでそのまま食べたりはしない。彼はそのまま食べられたら手っ取り早いのに、と時々思うのだった。そんなある日博士は助手が何かの装置を作っているのを見つけた。それは何を作っているのだ。これは全自動調理器です。この装置を口につければ食材を入れるだけで料理にしてくれるように設計してます。この装置のすごいのは口に入った食材と使用者の嗜好を兼ね合わせて最良の味付けにしてくれるんですよ。それを聞いた博士は顔をしかめお小言を始めた。お前は食べるのが好きなのもいいがいつも楽をするための機械を作ろうとしてばっかりだ。いいか、そもそもこの間の口を開けただけで食べ物を口に入れてくれる全自動食事機もだな。博士は助手を口が酸っぱくなるぐらい注意した。もしも占い。あるところに奇妙な占い屋があった。何が奇妙なのかというと、この占い屋は起こらなかった未来を占う、もしも占いなのだ。誰しも、あの時あれをしていれば、と後悔したことはあるはずだ。もしもその先、行動していた時の未来が見えるとするならば、誰しも知りたくなるだろう。占ってほしいのですが。小さなビルの1階、占い師の老年の男が占いの準備をしている時、一人の女性が占い屋に入ってきた。薄いグレーのスーツを着た OL のようだ。はいはい、わかりました。占いたい内容は何でしょうか？私、少し前に彼氏と別れたんです。それで、新しい男の人と付き合い始めたのですが、どうもしっくりこなくて。それで、もし前の男性と別れなければ今はどうなっていたか。それでいいですかな？はい、そうです。仕事が手につかない、というほどでもないですが、やはりすっきりしなくて。
ここに来る人はみんな、そう言っています。大丈夫、きちんと見てあげますよ。そう言うと占い師は、目の前の水晶に手をかざし、呪文のようなものを唱え出す。時折、女性に質問し、また水晶に呪文を唱える。それを少し続けた後、占い師はゆっくりと答えた。結果が出ました。紙に書いてきますので少しお待ちを。そうして後ろの部屋に向かい、5分もしないうちに戻ってくる。これにすべて書いてあります。それでは代金の方をもらえますかな？わかりました。ですが、なぜ結果をいちいち紙に書くのですか？口で言えば済む話なのに。私も昔はそうしていました。しかしそうすると、代金を払わないで出て行ってしまう不届き者がおりまして。こうして紙に書いているのです。そうだったのですか？これが代金です。女性から代金としてお札を数枚渡し、占い師は結果の紙を渡す。女性が不安と期待、そして恐怖。それらがまぜこぜになった表情を浮かべ、少し興奮気味に占い屋を去っていく。一仕事を終えた占い師は、部屋の奥に向かった。そこでは、共同経営者のメガネの青年がパソコンで書類を作っていた。この青年は、半年ほど前、この占い屋にお客として来た時スカウトされて、この占い屋にいた。青年は、小説家志望で文はうまいのだが、暗い話しか書けないのでどうにかしてほしいと相談に来たのだ。そんなこと、プロの小説家に聞けと言いたかったが、その時占い師はひらめいた。そうして生まれたのがこの、もしも占いだ。占い師が、巧みにお客の素性を喋らせ、マイクで聞いている青年が、それを文章にする。青年の書く、生々しく歓喜のするような文は、読んだ人を震え上がらせるに十分だった。しかし、毎回暗い話ばかりでいいのでしょうか。いいんだよ。もしも、なんて聞きに来る人間は自分は間違ってなかったと、聞きに来ているだけなんだから。もしも、で幸福になると言ったら、怒って怒鳴り込んでくる奴もいるだろうさ。確かに、そうですね。そう他人の不幸は蜜の味。違う選択肢を選んだ自分はもう、他人なのだから。そうならば、あるところで人が地球とはどういう形をしているのか話し合っていた。一人が言う。地球は大きな半円形に決まっている。地球の下には巨大な亀がいて、その上に立つ四頭の象が地球を支えているのだ。するとパオーンとどこかから大きな鳴き声が聞こえた。それに構わず二人目が考えを言う。それなら海の向こうには崖があるのかい。違うと思うな、地球は巨大な空洞になっていて、僕たちはその中にいるんだよ。そこにあるように見える山や空もすべて内側に描かれた絵なのさ。その瞬間遠くの山がさっと平面的に変わったように見えた。それを聞いていた三人目。彼は地球がどういう形をしているのか正しく知っていた。いいか。信じられないと思うけど、この地球は空間に浮かぶ巨大な球体で、俺たちはその上に立っているんだ。真実を知る三人目の意見を聞いて、周りにいた者たちはすぐにこう切り返した。お前の言う通り、地球が丸くてその上に俺たちがいるというのなら、なんで俺たちは地球から落ちないんだ。それは、三人目はなぜかという理由までは知らず言葉に詰まり考え出した。合わせて考える一人目と二人目。直後、彼らはふわりと足元が浮くような感覚を覚えた。王座と革命。季節は冬が終わりを迎える頃。雑草と野花が生い茂る中、それらを拒むように一面土だけの一角があった。
周りと四角く切り離されていて、まるで誰かが区切ったようにも見えた。その一側面に伸びる一本の小道、そこを通りがかる男性がいた。男性はその一角に気づくと足を止めて土に触れてみる。見て触った土の感じから地面が肥えていることを確信した彼は、背負っていたリュックを下ろし、小さな袋を取り出す。その袋に入っていた植物の種を植えるため、彼は地面に人差し指で穴を開けているようだった。持っていた分すべてを植え終わった後、彼はリュックを背負い直し再び小道を歩いていった。半年後、その雑草を寄せ付けない四角い土地の横を彼が一年ぶりに通りがかった。しかし辺りを見た彼は半年前に通った小道と本当に同じ場所なのかわからなくなった。彼が半年前植えたのはひまわりの種だったが、その場所におかしなほど大きなひまわりが成長していた。それに引き換え、周りの土地に生える雑草は皆小さく細く、枯れる寸前の状態になっている。どうやらひまわりの生えている一角が辺りの地面から養分をごっそり吸い上げているようだった。ひまわりを植えた男性は周りの土地が以前青々と雑草や野花でにぎわっていたことを思い出し、ひまわりを土から抜いてしまおうと考えた。茎をつかみ、引っこ抜いた。これで元のように草花が伸び伸びとした多様性あふれる土地になるだろうと思い、彼は抜いたひまわりを捨てその場を後にした。だがひまわりを抜いた後もその土地は男性の思い通りにはいかなかった。それまでその一角を取り巻いていただけだった雑草や野花が次は自分がその一角を収めようと根を伸ばし出した。結果、その一角は再び辺りの一帯から養分を吸い上げ、吸い上げ尽くした後その土地には何も生えなくなってしまった。